というわけで、久しぶりの粉物勉強会だね。そうですね。最近お店の方が忙しかったのでなかなか集まれませんでしたから。そうだね。ゆかりちゃんとこのお店が新しくなったり、制服が新しくなったり、ゆかりちゃんの恋人さんが働き出したり。にゃん。だけどゆかりちゃんも住み身を懸命、恋人さんとずっと同棲しとったとは。別に隠してたわけじゃないんですよ。自分から言うのが恥ずかしかっただけで。しかしゆかりちゃんが女の子と付き合っとるとは。もうちょっと早く出会っとればうちにもチャンスはあったんかもね。みやさん。あーいや、ちょっと考え事しとっただけよ。それが早速今回作る料理を発表するよ。はい。と、その前に、これまでいろいろと粉物料理を作ってきてうちは悟ったことがあるんよ。悟ったこと？うん、広島風とか関西風みたいに、地域名で呼ぶと争いが起こるけえ、重ね焼きと混ぜ焼きって言い方にした方がいいってことよ。ほう。やけえ今回作る粉物は、お好み焼き、かっこ混ぜ焼きを作るよ。なるほど。それならお好み警察は来そうにないですね。よっしゃ、ホイラーキッチンに行こうか。はい。ホイラー混ぜ焼きお好みを作っていくよ。材料は先に切っておいたけ。まずカツオだしを用意する。こういう便利なもんが売っとったよ。これならだしを取った後、こさなくて済みますね。値段も手頃だったしね。水を張った鍋に入れてみれば OK よ。今回はちょっとふんわりジューシーのお好み焼きを焼くけ、火が通るか怪しい具材はあらかじめ焼いておくよ。エビと椎茸ですね。さて、卵の用意だけど、黄身と白身を分けて、白身は泡立ててメレンゲ状にするんよ。なるほど。メレンゲ状にすることでふんわり感を出すんですね。それが準備できたけ、具材を混ぜていくよ。まずすりおろした山の芋を少々、それをさっき取って冷ましておいただしで伸ばして、小麦粉を入れて空気を含ませるようによく混ぜ、キャベツ、もやし、残り物の人参とごぼう、さっき炒めたエビと椎茸、乾燥エビ、紅生姜、揚げ玉、そして卵の黄身を入れてさっくり混ぜる。混ざったら最後にメレンゲを加えて軽く混ぜ、焼いていくよ。随分といろんなものが入りましたね。人参とかごぼうを入れるなんて初めてです。これも悟ったことなんだけど、お好みのものを焼くからお好み焼き、それでいいとうちは思うよ。そうですね。貼り合わせのもので作っても美味しいのがいいところですし。それじゃあ焼いていくよ。全部焼いちゃえ。え、それは、ひっくり返すのとか、大丈夫なんですか？なんとかなるやろ、多分。大丈夫かな？生地を広げたら、上に豚バラ肉を乗せる。そしてしばらく焼いたらひっくり返す。大丈夫かな？ほ。ほ。ああ、これはふわふわ感を重視したために生地が柔らかくなったことと、やはり大きすぎたのでは。ゆかりちゃんは何も見なかった。いいね。あ、は、はい。裏側もしっかり焼いてもう一度ひっくり返す。失敗は許されない。ほ。おお、今度はうまくいきましたね。よかったよかった。さて、表がしっかり焼けたら最後に一回ひっくり返して、ほほ。ああ、古傷が開いた。ゆかりちゃんは何も見なかった。いいね。さすがにこれをなかったことにするのは厳しい気が。情けない。あ、でもほら、ソースとかトッピングで隠しちゃえば気になりませんって。どうせ食べるときに分けるんだし。ゆかりちゃんは優しいね。ほら、全然わかんなくなりましたよ。あとはお皿に移せば完成です。うん。あ、やった。
あ、もうダメだ、ひもう。セーフ。セーフですよ。今回は、鉄板から落ちてないですから。でも、もう諦めて分割してもりましょう。そうだね。これ以上崩すわけにもいかんし。というわけで、申し訳ないけどこれで完成。混ぜ焼き、お好み焼き。重ね焼きよりも作り方は簡単で、初心者向けです。ただ、ヘラのサイズをよく考えて作らないと、今回みたいにボロボロになったりします。面倒くさがらずに、生地が余りそうなら数回に分けて焼きましょう。うん、重ね焼きにはない生地のふんわり感。揚げ玉の食感もいいし、エビが入ってるのが嬉しいですね。見た目は崩れちゃいましたけど、味は美味しいですよ、みやさん。しかし、失敗したのが心残りだね。そういや、モダン焼き、モダン焼きも、スクロイヤ、あれはマヘ焼きに麺がプラスされたもんやけ、マヘ焼きに、リベンジできる。ふふふ、みやさんの気の済むようにしてください。よっしゃー、今度はうまくやっちゃるけーねー。材料混ぜるところまでは同じだけ割愛するよ。ただ、今回は卵をメレンゲにせず普通に入れたやつよ。ホットプレートの横でそばを焼きつつ、生地も焼いていくよ。今度は生地の量もバッチリですね。そばにソースをかけて軽く味付けして、生地の上にのせる。そしてその上に豚バラ肉をのせる。生地が焼けてきたらひっくり返す。ほ。若干割れてますね。甘いもの入れすぎかもしれません。まあ、このぐらいなら大丈夫よ。裏をよく焼いたら、裂け目に軽く生地を塗ってひっくり返す。おお、いい感じに香ばしく焼けていますね。ほいで表がしっかり焼けたらひっくり返して、ソースとかを塗る。完成。今回は形も綺麗だし成功ですね。満足できましたか、みやさん。うん、ちょっと生地は裂けたけど、よしとするわ。モダン焼き。関西風に麺がプラスされたお好み焼き。なので、広島風をモダン焼きと呼ぶと争いが起きる。うん、そばが入ってるとやっぱボリューミーだね。綺麗にひっくり返せたし満足だわ。ふふふ。じゃあ、デザート兼飲み物としてバナナジュースでも作りますね。あ、うん。まず、バナナをコップに入れて、砂糖を少々。そしたら、この、名前忘れちゃった器具を使って潰します。よく潰したら、牛乳とか豆乳を入れて、よく混ぜれば完成です。ふむふむ、ミキサーで作ったやつよりは、やっぱ粗いけど、まあ普通に美味しいね。粗いものやら作る手間を考えるとこっちの方が手軽でええかもね。はい、あの潰すやつって結構便利で、凍ったベリーを潰して、ジェラートとかにもできるんですよ。へえ、それは美味しそうだね。今度作りますね。うん。ああ。ゆかりちゃんの恋人さんが、羨ましいわ。
Thank you.